はい、どうも皆さんこんばんは、よしもです。さあ、ついに、モンスターハンターダブルクロス明日発売ですね。で、メイン武器、メインスタイル、かなり迷ってたんですが、決まりました。ブレイブたち。まあ、気づいてた人も、おるでしょう、おそらくは。でね、なんでブレイブたちなのかと。もうね、理由は簡単。手記だから。ブレイブたちが、手記だから。はい。で、いつもヤンクックやってたんですが、で、ベリオロスも立ちで行っちゃってるじゃん。もう動画にしてんで、ボルボロスやってないんで、ボルボロスでも通用するぜって、そういうところをね、ちょっと見せていきたい。はい。でね、あれよ。ブレイブたちの、なんて特性をね、すべて活かして、いや、すべては持った。すべては持った。存分に活かしてね、買っていきたいんで、まき投げナイフはさすがにエジプトに旅に出ましたね。これさ、アプケロスさ、硬すぎじゃね俺さ、めっちゃ硬いよね。いや、それはそれで、ブレイブゲージ溜めやすくてすごいいいんだけど、いや、びっくりするぐらい硬いよね。やっと死んだよ。硬すぎじゃね。さあ、ここで、もう一発切って、オッケー、ギリ溜まってないね。これで、メインディッシュに行こう。ブレイブをね、しょっぱらガンガン使っていきたいんで、で、アプケロスは猫に任せるけど、多分猫でも倒せねえだろうな。硬いからな。1、2、3、4で、カウンターからの、5、基準切り !3、頭に、バカ、あっぶねえな。今のマジやばい。ちょっと待って。円月行こうと思ったけど、まだ、全部使い切ってから行こう。スイスイ、ひるめ、バカ野郎。俺がひるめって言ったらひるめ。台本通りに行け、台本通りに。台本読んできた？役者としてしっかり台本読んできてくんないとさ、ボロボロさんちょっと困るよ。それでも俳優なのかよ、お前。はい、ナイスヒルミー。素晴らしい。やっぱ俳優魂。あ、ベベじゃんくっそ。見えなかった。カウンターしたかったのに。やべえ、バカバカバカ。泥は良くない。カウンターだけど、詰めらんない。裏にはね、詰めらんないんだよ。ブレイブたちは。だからね、そこは、今のカウンターはね、あんまよろしくない。当たんないんかーい。見た、今の。こいつ、あれだよ。ひるみで避けていこう。ひるみで避けていく男だったわ。口回んねえな。1本目だからな。基本1本目っていうのは口回んねえんだ、いつも。はい。ちょっとやばいか、これ。来いよ。あ、待った。ここなら活かせるか？いや、無理だな。やっぱ壁でもずれていっちゃうからダメだな。やばい。背中を向けていなしちゃったよ。ちょっと待って。やばい。壁はめ始まった。ボロボロス先生の壁はめ講座。ひるめバカ野郎、俺がひるめって言ったらひるむんだって。さあ、ここはカウンターいけそうですね。カウンターからの、はい、ひるまない。よし、ここはこれでしのぐ。バカ野郎。当ててこいや。そこはやっぱちゃんと台本通りに動いてもらわないと困るよ。あそこ俺がさ、いなししっかりしてさ、やるってあれだったじゃん。段取りだったじゃん。ちょっとさ、それでもお前俳優歴3年かましてで当たんねえし。バカ、危ねえ、アップねえ。怖いな、尻尾怖いな。危ない、ナイスキル。今のいい。今のひるみいいよ、ボロボッちゃん。今の非常にいいよ。どうした？はい、来いよ。はい。今違う！吉生が違う、今は吉生が違う。ボロボロスちゃんは、しっかりやってくれたのに、ちょっとバカだな、俺。PV みたいなことできそうだったのにね。せっかく。もったいないことしたわ。せいせい。え、もう逃げる？早くない？え、早っ。もうブレイブゲージ切れちゃったよ。いつもはね、ブレイブ貯めるとこはカットしてるんだけど、今回はね、存分にブレイブたちの特性を生かすんで、このブレイブ貯めるところもね、やっぱブレイブたちの特性なんで、ここもしっかり貯めていく。はい。はい。あ、怒った。ちょっと待って。これ、死んじゃうんじゃねえか。やべ！大丈夫か、これ。頼むから知らないでくれよ。やばいやばい。ちょっと待って。基準ゲージも、私食べたーい。あ、今いなせばよかったな、バカ野郎。いなせ、俺。はい。はい、よし。ここまで来たら円月打っちゃって、さあ、逃げる前に、決めるぜ。はい。ひるまなーい。でもね、結構、5基準ギーだっけ、5基準ギー3だっけ、なんか名前忘れたけどね、あれ結構威力。バカ、よせ。あー。さあ、終わりにしようや。はい。猫狙うの違うじゃん。やっぱ最後ぐらいカウンターでやっぱ、やんなきゃさ、ちょっと俺のメンツダダつぶれだからさ、ちょっと、カウンターさせてくれ。さあ、俺は何でもいいぞ、来いよ。叫んでんじゃねえ。さようなら。生きてるんかい。これでちょ違うんだよな。俺がしたいことそれじゃないんだわ。しっかり段取り通りに死んだふりしていただかないと。バカ野郎。